こんにちは、デジタル大学院の河合です。今回この研究をしたくなったのはですね、今どんな人もネットコミュニティに入った時に必ず自分の名前をハンドルネームで決めて、どんなアイコンを使うかっていうことを必ず通る時代だなと思ったので、その部分をちょっと深掘りしてみたいなというふうに思いました。そこで、ミキシー皆さんも知ってらっしゃると思いますけども、ミキシーというのはこのようにアイコンがありまして、外から見る人はその人のアイコンがどんな顔なのかというのを見ますね。興味が湧いた場合にもっと写真を見ると3枚があって、さらにその人を知ることができます。この写真はメールを送るときにも表示されますので、その人に対して顔を見ながらメールを送るというようなことができるわけです。その他にマイミキシー一覧というものを見たときに、どのような友達がアイコンの中にいるのかということが、その人のブランディングを結構決定づけていきます。ですからその人のマイミキシーを見ていくと、大体その人の属性というのが分かってきます。その他にも、紹介文の中に、どのようなことが書かれているか、紹介文というのは本人がコントロールできない領域なので、そういったところにどういった人たちがどのようなアイコンでその人の紹介文を書いているかというのが重要になります。そこで私のマイミクはですね、実は多くて995人いるんですけれども、その中の人にミキシーでですね、メッセージを送りました。で、質問はですね、今ミキシーで使っているアイコンをなぜ選んだのかを自由回答で答えてくださいという形でお送りしました。その結果、これらのアイコンを使っている方々から回答が全部来ましてですね、最終的には312の有効回答数が得られました。今日はそれを全部お話しすると非常に時間がないので、今日はかいつまんでお話したいと思うんですが、この312のアンケートを読んでいくとですね、非常に興味深いことがいろいろ分かりました。で、自由回答なので、その人の非常にこう特性が出てですね、